タコちゃん。はい、じゃあね、ちょっと。はい、もう見るよ。頑張っちゃって余計が異常起きちゃうので、こっちも一緒です。こっちも一緒です。見えます？あ、はいはい、わかります。ああ、なるほど、わかります。はい。原発も、あ、ごめん。だから、やっぱ外からなんだけど、裏側にもちょっと今のところ足はちょっとついてる。難しいですね。歯磨きしづらくなってくるんですね。あ、確かについちゃうからね。そう、あの中にこう入ってきちゃう。大好きだね。よしよし。そんな震えなくてもいいんだよ。はい、髪の番号はだからね。最初に奥がやったからね、この子もやらせてるから。まあ、あの歯磨きでさ、はい、今ついてるやつは取れませんよ。ああ、そうですよね。だからこれ以上つくのを、ね、そうなんですよ。先にやって、それからあと全体的にやった方がいいかもしれないですね。ちょうだい。最後に出したのはいつなんだろう。あ、たぶんトイレにここで、あ、ちょっとトイレに行ったかったかな。1ヶ月ぐらい前にここで出してるけど、出してこの後トイレに行ってます。行けるんじゃないかな。わかりました。あ、さて、僕の会社でも来るってことになってて、あ、じゃあ、行くべきじゃないですか。うん、それくらい家でやったけど、あ、やりました？出なかった。出せなかった。出せなかった。やめて、やめて。足巻いてくれた。すごい臭い。溜まってたね。まあ、大体、そういうことだと思いました。あ、ありがとうございます。ワンちゃん、ありがとう。よいしょ。全然おとなしいです。
一緒にカフェとか行っても、おい、子さんだから全然折れたの。え、なんか甘えまくったの。人の膝に声を超える。大変だけど折れたの。ずっと一箇所にさ。そうなんです。山くらもさ、性格大違いだね、全部で。何もちゃん、折れたんだね。ちょっと年下の。ごめんね、ご提出されてるよ。お座りしてください。お座りしてください。お座りして。あれは何？いや、モモンガです。モモンガか。モモンガじゃない。モモンガじゃない。ちなみにホテルです。あ、ホテルなんだ。モモンガも預かってくださるんだな。あの子は定期的に来るのね。あ、そうなんだ。でもちっちゃい子、ちっちゃいところに閉じ込められて早く出たいから、多分パパ的になってパパ的になってすごい音楽かも。でも音楽かってる方ちょこちょこ多分、っていうかね、見てくれる先生がそんなにいないから、ワンちゃん猫ちゃん探して、そうそうそう、遠くから来る人もいるんで。ワンちゃん猫ちゃんはいろんな病院にありますけど、もう限定のね、ワンちゃん猫ちゃんしか見ないところもある。そうですね。待て。モンガってさ、普段何ケージかなんかに入れて飼ってるのかな。こんなに暴れると大きさなんだよ。そうですね。ケージの方もですよね。きっと。でもたまにさ、話しがいいんだから。うん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 。いるんだけど。あ、そうなんだ。なんかどこへ行きたい。よかさ、あのこういうポーチに入れて持ち歩いてるんですよ。あ、そうなんですか。こんなポーチがあるんですよね。入れてるんですよ。持ち運び。いろいろあるんだね。でもさ、どっか行っちゃった、外でさ、どっか行っちゃったらさ、もう二度と戻られないような気がする。難しいですよ。絶対に開けられないですよね。そうなんですよ。懐くのかな、懐くんですかね。うん、まあうさぎとある程度はね。ちょ、エマちゃんマジでやめて。はいはい。おやつ、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 エリコちゃん。ちゃん、はい。
いちゃあげないよ。泣いちゃあげないよ。これです。もういい。本当ですね。ねそんなご飯あげてないわけじゃない。おやつありがとうございます。じゃあまあ今年内は何事もなければ最後です、ね。はい、わかりました。またお願いします。はい。